かつて私は単身で演術に挑みましたが、あえなく破れ、ここで妖魔にされかけていました。しかしあなたたちに命を、劉備殿に心を救われました。そして剣を交え、あなたの決意と武勇を感じ取りました。我らと共にあれば勝機はあります。さあ参りましょう。丸腰で七へと赴くようなもの、容器の流れを断つ手だてを探さねば。慶州の妖怪、演術によって操り、刺激されているようです。部下の裏切りにより死に瀕したことで、演術は人に憎悪や絶望を抱き、その闇が心の深淵に根を張り、この邪悪な力を引き出したのでしょう。鍵はこの結晶のようです。
険ですね。慎重に参りましょう。奴は手ごわい。もちろん。なんと見事だ。あなたなら行かせましょう。無理をする時ではありません。
流れを変えればまだ諦めぬ。さて、参りましょう。こたびは何用だ。Yeah!
よっせせよっいやはっせよっやつは手強い。が勝っていたのだ。わけにはいかぬ。かくこのようなところで。内戦を糧とせねばな。
また借りができたか。敵の用地は落としました。流れはこちらにあります。Yeah。
以前訪れた時は
ここに炎術がいたのです。よっ、あそこに前にはなかった道があります。神明を落とすお覚悟。はぁ、てやっ、いつぞやの未熟者か。こたびは一人ではない。くだらぬ。そんなに死にたいか。うん、貴様はあの時の忌々しい戦記、浮津をほふりし者か。慶州の民を虐げ苦しめた罪、今こそ償ってもらう。罪？董卓、袁紹、皆短役に見せられ私欲に走り身を滅ぼした。崇高な志も短役の前には翻る。それが卑しき人間の本性であろう。お前は人を侮っている。劉備殿のように強き絆は短薬の毒をも超える。人間とは哀れなものよ。
剣への未練を断ち切れず、再びその力に活路を求めた私は、伏して時を待つ同門の友らを知り、千夜に飛び出しました。剣を振れども、未だ闇は避けず、やがて進むべき道を見失い、天運に見放された私を救ってくれたのは、一筋の仁義の塔か。その光は譲らぬ刃を沈め、人を支え導くべきだと。ようやく歩み始めた安寧への旅路が途絶えぬよう、才と義の限りを尽くしましょう。また助けられたな、そなたの絆の力に。地下牢で劉兵殿を見つけたわ。今ここに弾薬の脅威は去った。だが時代は有力な主君が国を分かち、
互いに歯を競う風雲の兆しを見せている。これまで我が陣営に欠けていたその最地を我らに貸してくれぬか。素性を伏せ劉備殿の志を見定めさせていただいたことお許しください。主を探し求めるのはここまで。我が名は序章。これより剣でなく劉備殿の軍師として身を立てて行きましょう。ついに揃ったわね玄徳様。我らの道はこの慶州深夜より始まる。共に進もう。義経の誓いを新たに。